リンツのアルスエレクトロニカセンター、アルスエレクトロニカの会場アルスエレクトロニカは、オーストリアのリンツで開催される芸術、先端技術、文化の祭典で、メディアアートに関する世界的なイベント。インターナショナルブルックナーフェスティバルの一環として1979年に始まり、1986年には独立したイベントとして、例年開催されるようになった。 1995年までのディレクターはベーター・バイベル。毎年のフェスティバルの他にアルス・エレクトロニカはメディアセンターや美術館、博物館としての機能を持つアルス・エレクトロニカセンターを1996年から運営している。また制作のためのアトリエや芸術や技術の未来を研究する機能のあるフューチャーラブも設けている。1987年からは アルスエレクトロニカ賞を主催し、メディアアートに革新をもたらしたものを表彰している。ゴールデンニカ賞は、コンピューター界のオスカーとも呼ばれ、広く知られている。日本からも審査員やアドバイザーが参加している。アルスエレクトロニカセンターの増築工事、アルスエレクトロニカセンターの夜景アルスエレクトロニカ、サイバーアーツフェスティバルは、世界のデジタルアート界で、 最も権威ある行事となっており、1987年からは、例年、テーマを掲げて開催している。アルスエレクトロニカサイバーアーツフェスティバルでは、毎年7部門で、アルスエレクトロニカ賞を授与する。受賞者は6月に発表され、ニューヨークとリンツで受賞式が行われる。部門としては2008年現在の6部門のほか、メディアアートリサーチ賞が存在する。 2006年4月現在では、ネットビジョン、インタラクティブアート、コンピュータアニメーション、ビジュアルエフェクト、デジタルミュージック、デジタルコミュニティーズ、U19、NEXT Idea の8部門があったが、これらの部門は頻繁に見直されている。2019年、新たに人工知能ライフアートが部門に追加された。これらの部門では、グランプリとなる。 ゴールデン2カ賞が1作品に、準グランプリとなる優秀賞が2作品に、佳作となる栄誉賞が12作品にそれぞれ贈られる。2010年2月にアルスエレクトロニカ30年を記念して、サイバーアーツジャパンアルスエレクトロニカの30年と題する特集展が東京都現代美術館で開催された。ありがとうございます。